応うんこ漏れてなかった。でもなんかパンツの匂い嗅いだから普通パンツが臭かった。ケツが俺臭いんだよ。ケツが臭かった。ただそうだけ。ケツが臭えのだ。あ、ケツが臭えのだ。ラララ、ラララ、ケツケツ臭えよ、ケツ臭え。あ、ケツ臭え、ケツ臭え。ケツが臭えのだ。ケツが臭えのだ。ケツ臭、ケツ、ケツ臭、ケケツ臭、ケツ臭。ケツが臭いのだ。ケツ臭、ケツ、ケツ臭、ケツ臭。ケツが臭えのだ。ケツが臭えのだ。なんか無限の胃袋欲しいな。2020年2月6日、もう2月だね。まあ、1月は精神病治そうと思ったけど別にもう治んないってことが分かった。治るのにはとんでもない時間かかる。今年中には多分治らない。てか治んねえかもしれない。20歳超えても俺は治んねえかもな。売れる努力っていうのはしなきゃいけないらしいんだけど、やっぱできないよね。やり方がわからねえわ。なんか、よくわかんないからさ、そういうの。わからないでちゅね。これでいいのかな？いや、それでいいんだよ。タンタタンタンタタンタンタタンタタ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 こういうことやったら絶対首痛めるから。首痛どうしてだろう。湿布貼んなきゃな。
なんだかんだ言っていろんなやつが YouTube やめていくよな。マミコブとかもそう。はあ、まあでもそういうやつらって結局なんか目立ちたいだけなんだよ。俺は、なんつうんだろうな。やっぱ世界で一番面白くなるっていうか、まあでも、俺今マジで YouTube の中で一番面白い人なんですけどね。まあでもやっぱ本当は表現だよな。大衆的っていうかさ、それがなんか全くできなくて、思い浮かばないんだ。まあ、一回自由にするかっていう。一回 YouTube ってものの基準をリセットする役目。ですよね。動画更新を終わったな。ディズニーで撮った動画大丈夫かな？あれ。ディズニーって悪い撮り方をしたんじゃなくて、多分話してる内容結構ね、攻めた内容を話してたんだよな。商売殺す不便って歌歌ってるわ。うどん。これ多分逆だな。ボイスメモから引っ張ってくる感じだ。
低品質でやったら音質もクソになるのかな。でもそんなに悪くないな、別に。悪くない悪くない。
眠っ。さすがに30分を超える動画はちょっと時間かかるね。低品質でも。低品質ってなんだ。